まず災害の様子を流れてきました、全国の様子、最近全国の最近の様子、それからこの地域のを含めて過去の災害を流れてきました。改めて、本題の一部に入りたいと思いますが、土砂災害の背景を見てみます。豪雨の発生ということですね。水の動きが活発にさせる、土砂もそれから水そのものも活発になる。それは近年の傾向としては気候変動の影響も大きい。で、大気の水循環の条件がそういうことをさせる。これについて後からちょっとまた追加的に確認をしたい、勉強したいと思うんですが、平均量の変化と変動の変化をもたらすことになります。それから降ってくる雨を地上でこう受けることになりますから、どんな形、平坦なところか凹凸のある山地地方なのかというようなことで、地域の特性が当然のことながら反映される。地域の地表形態、土砂生産、河川の形態にその災害の様子が起こる。それから社会制度、流域、河川の管理の条件というのがうまく管理されているか、というふうなことによって、そのことが左右されるだろう。で、何よりも災害の程度はですね、逃げる逃げて、誰も人がなければですね、死亡することはないですね。なのでそれによって災害の程度は変わるわけですね。起こることと起こるのに対応する二面性があるというわけですね。下の2つはその対応の方の話ですが、それで防災減災の仕組みということで、防災情報、災害回避システム、危機管理、防災意識の程度がこの災害の程度を決めている。今日はですね、この社会制度のところはですね、一筋縄じゃいかないですね。いかないという意味は、みんなでどうするかというようなことなので、非常に最後までその合意形成というところにたどり着くのは難しいので、ここでは今日はお話しすることはしませんが、この雨のところと地表面のところと災害の程度、防災減災の取り組みについてこの後見ていきます。まず温暖化による気候変動、温暖化による気温の変動傾向を見ていく。で、雨のことまでやるとややこしいので、温度のことだけ示してくれた方が知り合いで、気象研の野原さんという人がいるんですけど、その人が一緒に研究をした時のグラフを持ってましたので見せていただきます。ちょっとだけややこしいかもしれないけど簡単です。温度が低い状態、温度が高い状態、平均的な状態ですね。で、それがこう分布している。普通の状態は低い状態はうんと低い状態は少なくて、平常状態は多くて、うんと暑い状態は少なくなるっていう、こういうこんな綺麗なグラフじゃないかもしれないけども分布しているっていうですね。で、地球が温暖化っていうことだから、温室効果ガスの影響を受けて地球全体の気候が海洋の温度も含めて上昇するっていうから、これが平均が上がるんならば、このままこの分布っていうかね、正規頻度が同じ状態で右に行くだろうというわけで、温暖化しただけ平均値が上がるとこんなぐらいになるでしょうか。次に平均値は上がらないけども、何らかの加減でそのうんと暑い日もあるし、うんと寒い日も出てくることが生ずるんですね。これどういうことかっていうと、気温、まあ、空気を温めて、要するに水蒸気も含まれた空気の攪拌がすごく活発になるということになると、いろんなところにその水蒸気を運んだり、あるいは逆に縮んだりする作用が効果として大きくなるということですね。攪拌効果といってもいいけども、
そういうイメージとしては分散が大きくなる、平均値は変わらないけども分散が大きくなるという効果がある。で、実は温暖化が進むと、これは温度の図だけを見てますけども、温度の図やると分散が進むと頭が下がって、まあ、へたって言って裾野が広くなって、なおかつ右に行くというこの両方の効果があって、一番下の図がその正規頻度の変化です。とてつもなく暑い日が出てくる可能性があるという話ですね。で、これは雨の正規の状態と、まあ、対応して物事が考えることができて、将来流量の平均が増えてですね、分散も大きくなったら洪水頻度が非常に増える可能性があるっていうのをモデル的に模式的にこう、まあ、類推することができるということであります。で、事実気象庁ではその結果を発表していますね。2度上昇、これちょっと書いたんですけども、パリ協定のルールを守って、もうしっかりそのルールを守った場合は、いやそうじゃなくてあまりほったらかしにしておいたら、パリ協定を守らないでいたらというようなことがこうあってですね、今世紀末に、どうなるかというふうなことで、書いてある。それがまあ、割合抑えられるとすると今世紀末には 1.4 度上がる、それからまあ、ほったらかすと 4.5 度も気温が上がってしまいますよということが気象庁のホームページに出ています。これは国際間の取り決めの中の方向に基づいて試算されたものです。雨も計算されていてですね、同じようなシナリオ、どんなふうな取り組みをしていくかということで、今まで通りに収めるような形で保ったとしても雨は 1.5 倍に、日降水量200ミリ以上の正規日数が増える、それからもしほったらかすと何もしないで今までの同じようなつもりでいくと 2.3 倍に増えるというふうなことになっていくというわけですね。日降水量、ここにちょっと別なものがある。日降水量1ミリ未満の年間日数というのがあって、1ミリより少ない、雨が少ない日も逆に増える、ね、さっきと同じで物事をなんていうのメリハリっていうとおかしいけども、極端に寒い日も起きるし極端に暑い日も起きる可能性が出てくるということですね。北極 その高気圧の張り出しとかですね、寒気の張り出しなんていうのがまさにジェット気流の蛇行と一緒に議論されますが、これは実質にどうなったかを、少し前のデータですけども、砂防課で国交省の砂防課で出しているデータですけど、500ミリ以上の発生回数が昔の30年ぐらい前は182回だったのに、最近では241回になりました。それから被害件数は、昔はある方法でまとめると770回なのに1180回になってきた。災害も間違いなく増えてるねということになります。山梨はどうかということですが、これは山梨のことはまた別の機会に見ていただければいいんですが、気象台のホームページにしっかり山梨のところの気象が紹介されてますので、必要に応じて見ていただくことにしましょう。2番目はその地域の特性について考察してみたいと思います。で、日本列島はこの西日本と東日本とですね、それがおっきりですね、まあ、折れるようになっていた状態に、フィリピン海プレートとそれから太平洋プレートの影響を受けている中に押し込むような形でですね、この中央糸魚川静岡構造線とか、まあ、柏崎千葉構造線というものができて、その中に関東山地ができて八ヶ岳があって富士山がある、伊豆半島があるというふうなことになっているんですね。この辺と地質が随分違う
大断層のおかげで山が大きくぐしゃぐしゃ状態というのがこの辺のことであります。なおかつ溶岩の深いところで固まった花崗岩もですね、大変地表面でぶっと一緒に風化しやすい、ボロボロになりやすいということがあってですね、その辺の状況がこの地域を特徴づけています。で、これは西宮先生という方が作られた防災地質ということで、この辺の地域についてはですね、火砕流が覆っているというようなことになっていて、まあ、遠いですね、ちらっと先ほど感想を述べましたけども、川の砥石のような状態になっちゃってですね。で、上流は水源は非常に脆い、血岩とかですね、こういう堆積岩があるし、花崗岩が風化したものがあるということになります。さて、だんだん本題に近づいてきましたが、防災減災の取り組みについて、この温暖化がこれほどまでに叫ばれる前にですね、20年ぐらい前にやはり水災害、土砂災害の危機管理ということで河川審議会の方では議論を始めていました。今作られている仕組みの大きなところはこの辺のところに沿った形で進められているわけですけども、危機管理、災害対応ということですね、責任の明確化、あらゆるレベルでの連携の強化、情報の開示と供給、日常に出した危機管理、こういう分類で物事を見ていくのは大変結構なことだと思いますが、その時に国、県というのは、ね、防災業務の支援、調整、から市町村ではですね、防災計画の作成、実施、住民がですね、地域の皆さんは自衛、防災、減災活動ということで、明確化したのね、まあ、こういうものであろうとは思うんですけども、なかなかまあ、そんなことしかできないかなという感じもしますね。国の方では、大きな予算を持って、均等にですね、予算を執行するという立場からすると非常にこう平均的なものの見方をするわけですね。下流平坦地の方には人口の集積があって財産も収束してる、なので、防災のことに対してもどちらかというと、まあ、多めのあるいは関心も深くなってくるところがあって、というところもあるかもしれませんね。それからいろんなことをくくりでいろいろまとめるというのが、まあ、国の施策、大きな間違いはしませんけれども、そういう特徴があるんですね。それから連携の強化というふうなことを言ってますが、これは当然ですけれども、後から話をしますけれども、その動きが進められている。それから情報の開示と共有ということで、まあ、いろんな情報が今日豪雨の情報とか土砂災害警戒の情報とかいっぱい出るようになってきてますけれども、その当時から20年ぐらい前からですね、そういうことは行われてきているということになります。それから最後にというか、一番今日お話しすることになる日常に根ざした危機管理、地域の課題っていうところがですね、課題にまさになります。これを後で。でその時に位置づけたのは防災減災っていう仕分けですね。で、少し率直に言わせていただくと、あまり私はこれが好きではなくてですね、仕分けをするとですね、自分のやるところはここまでかというふうに思いがちなので、防災が減災のところまでやってくれとは言わないけども、地域の皆さんは減災だなどとばかり言っていないでですね、少し防災のところまでイメージしながら減災を考える、形としては仕分けになるかもしれないけども、 あなた方はここまででいいですよというふうな狭い範囲での発想ではない
取り組みが必要かなと。このことについては後でまた触れます。でここでは住民が主体で、こちら言いますかね、防災主体は公的機関、だから発災後が重視してますよ、いくらでも動きますよ。だからキーワードは公助、公助、自助、共助ということを言いますけどね。で、この防災の部分は、まあ、物量作戦でなんとかこういけそうな部分なんですね。ところが失礼、減災の部分は大変現場に即した厄介な細かい固まりにくい集中しにくい量が減災の方に割り当てられちゃってるんですね。で、主体は住民、平素、義務は自主的になるということが書いてあるんですね。で、この辺をどう考えていくかを考えていきたい。で、情報提供という意味では国土交通省を中心にですね、洪水、土砂災害、ハザードマップを作りなさい。で、コンサルタントが地域の情報を見て、日本でやるのと同じやり方で、作り方で、計算します。これ一部ですけども、これは釜無しが筋しか書いてないんですが、こんなふうなものができて、宮崎市全体で用意されてますね。で、家屋倒壊等氾濫想定区域というのがあります。で、家屋倒壊等氾濫想定区域というのは、ここで切れたら、いっぱいいっぱいに水が流れるときにここが切れたら、どんな流れの作用がありますかね、強い流れになりますよ、2階建ての家は壊れますよ、というふうなことを注意するために書いた図ってね、流れの勢いで潰れちゃうようなことになる場所がありますよ、というふうなことで、水が単なる水浸しになる場所ではないよというわけですが、これはですね、実は釜無しがこの辺の市役所、ここですね、この辺のところにはあまり私はふさわしいとは思わない、ね、参考にはなる、参考にはあるけどもふさわしいと思わないっていうのはですね、これはどこからこういうことが発生あるかっていうとですね、平らな地域、平坦地域での淡水で水がどこまで行きますかっていうのが洪水ハザードマップで、切れた場合どのぐらい乱暴な水が行きますかっていう図を書いた図なんですね。で、後から触れるつもりですが、予告編で言いますと、釜無しがこの裏を水が走ったらどうなりますかということをこの図は教えてくれてないんですね、残念ながら。そういう図なんですよ。で、ただそのために重要な度合いのところっていう意味ではそれなりに役割はあるので意味ないとは私は言いませんけれども、もっと他のことを考えなくちゃいけない要素が出てくるね、それが情報、それから土砂災害警戒情報ということで、地面にどれだけ水が溜まったことになってるかみたいな指標をモデルで表します。で、たっぷり水があるとちょっとした雨でも土砂崩れが起こる、あまり染みていないとかなり降ってもまだ大丈夫ですよっていうスネークラインというものですが、こういうものも雨がどれだけ降るかによってぐち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 しながらですね、この稼働を見ながら、ある警戒境界線よりも超えると危険なので土砂災害が起こりますよって危険を発する、そういう情報が準備されている。それから、連携強化の一環として国の方ではよく言うリエゾンっていうのがあって、もう市役所に何回か来たことがあるかどうか私は知りませんけども、災害があるとこういうことによく訓練された国土交通省の職員がですね、市長室の隣の災害対策本部というようなところに詰めていて、それで、どんなことをしたらいいか、そのことならこんな方がいいというようないろんな提案を相談に乗るという係の人が国交省の方から来るんですね、来ます。で、それに対応するようなことになって、まあ慣れてはいない地域の災害対策に対して手を貸す。もし大災害が起きたらですね、テックホース、テクニカルイマージンシーコントリビューションコンストラクションかな、
そういうチームのが動いてですね、道路をすぐ広げるとかですね、写真を調査、写真ドローンで写真を撮るというようなことをする。国がらみで起きたらそれこそ自衛隊、場合によっては自衛隊も含めてですね対応してくれるので、くれるのでっていうと変ですけど、それからそういう連携の準備をしておくのことは、はい、できるんですね。で、その地域の連携の中でもうゆきさんなんかもご存じだと思うけども、宇治川流域減災協議会に28年間走っておりまして、各市町村の取り組みの一部紹介書、宇治川沿線の市町村がこう書いてずっと書いてある、ほんの一部だけ冒頭に稲崎市が書いてあるので、ちょっとそれを引き出してきて見るとですね、ここには避難勧告等の発令の基準はどうしてますか、で稲崎市は一生懸命こんなものは基準にしてます、ここも基準にしてます、こんなふうになってこんなふうに考えてます、どんなふうに知らせますか、広報に知らせますとか、こんな方法であります、ということを丁寧に対応できることが書いてますね。で、他の町がこう市が書いてあるんですが、頼もしいと思うのは柳井市、大変熱心にですね、担当の方が熱心だったのがあれですけども、対応してやって、こういうことに対して他のページもそうですけども、よく取り組んでいただいてるなという感じがしました。心強い思いをしました。そういう取り組み、それから3年ほど前ですね、3年ほど前に、この部屋で大規模な土砂災害想定の合同防災訓練というのを開きました。で、私も参加させていただいて、いろいろ意見とか感想も述べさせていただきましたが、県ではどうしますか、市ではどうしますか、国の方ではどんなことを考えてますか、関東地方整備局ではどんなことができますかというようなことを、災害が起きた後ですね、対応するというふうなことをここで訓練をしています。で、その時の訓練は後からちょっと出ますけども、この上流側にですね、土砂崩れによる天然ダムが発生した時にそれに対してどうしますかみたいなことをテーマにして、この時はやりました。なので川の流れだけをほっと眺めている、洪水になるとこんなもんかなというふうな状況だけじゃなくて、大雨になったら何が起こっているかということのイメージが大事であります。本当にそうなるかどうかを決めるということも大事なんですけども、そんなことが起こるかもしれないというふうなメニューに加えておく必要がある。それがたっぷりあればですね、より万全になるだろう。あ、それがこれですね、起きそうな起きてる現象についてできるだけ多様なイメージを蓄えておきたいというようなことをコメントさせていただいた、その時のものですね。代表的なのは洪水氾濫、どこでもそうですが越水、波堤ですね。この辺では、まあ、この辺のことで恐縮ですけども、稲崎は大阪の方とか台の上の台地の上の方もありますけども、ここではこの危険と思われる地域のことを言うと、波堤、土石流っていうのは厄介な、土砂が来るだけじゃなくて一旦水を止めるんですね。で、先ほどの天然ダムと同じようにそれが流れ出すので水がガサッと増えるということがあります。で、そのことはこういう流れの計算の中には、実は先ほどのハザードマップの計算するときには考慮されていません。できないっていうのは、ね、できる条件が知らないようが書けないんですね。だから地滑りも起きてるだろう、で北九州で見たような 流木も起きてるだろう、山腹崩壊、表面だけ崩壊するのか深く崩壊するのか、天然ダム、深層崩壊によって川の水が遮蔽された場合、それが崩壊したらどうなるのかなどというようなことを考えておきたい。なんで起きるのかな、地震、植生、森林状態は何なのか、気候要因はどうなのかなことを、勉強しておきたい。ちょっとだけ勉強しますね。
ちょっとだけ勉強するとこれ 理科の勉強みたいなことになるんですが、斜面の急傾斜地で土砂が移動する集合運搬というタイプ、これは要するにズルズルの泥をこう斜めに置くとですね、地滑り、崩れる、土砂流れ、火砕流、土石流っていうのが起こる。こういうのを一くくりで言うと集合運搬、自分の重さで流れていくということですね。自分の重さで流れていく、重力の下で集団で移動。もう一つは川で流れる土砂の量です。流れの水の勢いが石ころに当たって、あるいは流れを乱してかき乱されて流れていくタイプの、それ3つ分かれている。川底をゴロゴロ流れるか、浮いて流れるか、粉々のような状態で液体状に流れていくかによって3つの分類して扱うことが多い。で、実際はこれが状況によって組み合わされて起こっているということになります。で、まあこれはどなたもご存知の状況ですが、土石流とはということで、一体となって土砂、水が一体となって急流の方から土砂が流れて、それからこれは実際に起きた土石流ですね、針原があっていうところでも起きました。地滑り、これは水を含んでゆっくり移動するので、災害といってもですね、すぐ生命にってことはないんですが、大規模に、全てが鍋になっているようなことになります。それから崖崩れですね、崖崩れ、一瞬のうちに、だから先ほど見た流木、北九州北部災害、だから23年の9月に起きた奈良県十津川の台風20号災害による深層崩壊、天然ダムの形成です。こんなのどうなるんだろうか、これを一生懸命研究している研究者もいます。で、過去 のデータを調べている研究者、例えばラドフモデルというのによると、上流からこれが決壊したら5キロ下流でこんなに流量が増えてボーンと減っていく、それから30キロが2時間ぐらい経った後水が来てこんなふうにということですね。これは徳島県の那珂川というところの洪水の様子をシミュレーションで、この研究結果によっては過去のデータとおおよそ似たような結果になっていて、いい成果だということになるわけですが、何が怖いかというと流量がどんと増えるね。流量、水の量、水かさもさることながら急に増える、こんなふうに数分間の間にどんと増える。まあ、考えてみればこれが崩れるわけですから、下流側はとてつもないことです。